山里亮太さんはお笑い芸人としてだけでなく司会やラジオなどでも大活躍されています。そんな山ちゃんの成功を支えたのがお母さんの文代さんでした。子供の頃体が大きくキングサイズすら入らなかった時、文代さんはあんたすごいね、洋服屋さんが一番大きいと思っているよりも大きいんだってとがっかりする山ちゃんを慰めました。また三者面談で山ちゃんが周囲に作り話の嘘ばかりついていることを注意されると、あんたすごいね、聞かれて何かすぐに言えるって、しかも作って言えるってすごいねと決して山ちゃんを否定しなかったそうです。芸人になった山ちゃんが翌日に控えた落語会の不安に耐えられなくなり、お母さんに LINE した時、文代さんは努力して結果が出ると自信になる、努力せず結果が出るとおごりになる、努力せず結果も出ないと後悔が残る、努力して結果が出ないとしても経験が残る、努力してその日を迎えたんだったら何も残らないことはないから言っといで、そして最後にこう付け加えたんです。大丈夫、天才だから。そんな文代さんの全工程の子育てがあったからこそ山里さんの努力が実り、お笑い界のトップランナーの一人として長く活躍されているんですね。